鎮税奉行とは、鎌倉幕府において、鎮税の御家人の指揮統制を行った職である。鎮税守護とも呼ばれる。1185年、源頼朝が天野園慶をこの職に任じて、九州の御家人の指揮統制に当たらせたのが、始まりである。平家の残党及び源義経一党らの追部が、元々の任務であったが、その後前九州の御家人の統括に当たるようになり、 太宰府の機能も継承した。頼朝は1180年に鎌倉に侍所を置き、御家人を統制し、さらに1185年には義経の追部を理由に各国へ守護、自党を設置し、全国の支配権を確立した。そして地方には京都守護を、九州には鎮税奉行を、欧州には欧州総奉行をそれぞれ設置して統制させた。 園形の後について、中原近いよし、武藤助よりが継いだとする説もあるが、瀬野誠一郎は、園形後の後継者について小説あることをまとめた上で、鎮税奉行は、一般的故障に過ぎず、鎌倉幕府の正式な官職名ではなかったとする、説もあるごとく、その性格がなお不明瞭な点が多いことに、起因していると言えると指摘している。の後、行に代わり新たに、 新税単内が設置された国史大辞典第9巻 P687A。ありがとうございます。